はい、こんにちは、ビッグボーイと、ビッグママです。はい、じゃあ、アウトラスト、続きをやっていきたいと思います。ロード。前はセクシーなおじさんがね、出てきたということでね。どこがセクシーなのか。ちょっと俺ね、親指がちょっとね、負傷してるからね。スティックを動かし、辛い。いつ負傷したんねん。ちょっと今、カット板付きのね、親指で、カメラを操作しないといけない。で、そしてそうだ、こうなったから、そうかどこだっけ、ここだ、ここが開いてんの、あ、来た来た、やばい、はい、OK、ちょっと指が動かしてる、降りて、開けて、燃えて、おぉ！ああ！え？なんだ？どうした？うわ！うわ、カメラ！よく吐かない。あ、これもしかしてあの大豚が全員殺した。そうじゃない。大豚。いつから大豚って名前になったのか。知らないけど。ん？ああ、こいつも死んでる。あ、さっきのとこか。そう。ああ！どうしよう。どっか入れるか。そこ入れ、入れ。え、なんかさ、ここクリア、ここ抜けたときにどっか細い穴から出なかったっけ。これ抜ける、負けるでしょ。行こう。逃げろ。オッケー。ジャンプ。オッケー。落ちてない。ここ閉じれない。なんかどっか破壊してきそうだよね。くそんな。うおぉ！どこだ。はい、いい。オッケー。あ、オッケー。早く。動かないでしょ。あ、バッテリーある。まあいいよね。成功。開かない。下。そこ。すげえ。え、おぉ！大丈夫。え、生きてる。もどかし要因かよ。いやいや。あ、え、首ね。え、絶対ロック来るだろ、あいつ。待って、たくさん。なんだな、なんか誰が喋ってる。うわ、また、信号にあるよ、ほんと。いや。あ、バッテリーだ。ん？あれ？違った。え？顔、目の前見えてないじゃん。あ、またパントマイム。え、こっちんか？え？いや、そこは何でもいい。今、P 入れなきゃいけない分ですから。とっさに言っちゃった。俺に練習の手間をさせるつもりだ。ちょっとここ危なさそうなところだから、もう行こう。怖えな。失礼しました。そんな何もないとこ落ち？何もなさそうだよ。あれでも開かないか。じゃあ絶対そうじゃん。ここから行くしかないじゃん。あれ待って。靴着てる。え、全部匂いだけで着てんの。そうなの。足音とか。ついてくる。さて、どうしようか。パントマイム。どっかに行けんのかな、この辺から。この階段、ない。階段、これなんか。ほへほへほへ。
特に上に続く道とかなさそうだけど。ん、あ、これか。あった、あった、登れる感じ、登れるんだ。なんだなんだなんだ、ちょっとバッテリーをリロード。お、抜いてるじゃん。おい、抜いてんじゃん。やめて、性的な描写すぎるだろ。どうした丸出し。いや、なくね、なくね、あれない、削ぎ落とされた。ちょっとだー。おい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 、 ありがとう。なんか PT よりびっくりしないんだけど。まあそうですね。あ、これは、え、これ絶対これガッて、これガッてきそうだな。いや、これ後ろから押されるでしょこれ。あ、押さない。え、え、え、何もない、何もない。さっきからジャンプするとう。あー、ちょっとちょっと危ない。あ、なんかある。下からバンって来そうだな。死んでっか、生きてっか。あ、ほら、あ、すぐ行きます。よいしょ。死亡記事の掲載元ググってみるか。ルドルフ・G・ウェルニッケ。いやいや、汚いこと。あ、なんか、あ、ロックされてんだ。ここ開かない。上行こう。いや、ガシャガシャうるせえ。あ、バッテリーある。え、バッテリーゲット。バッテリー大事よ。あ、ここはなんもない。なんの意味もない。意味はない。ああらららん。え、ちょちょ、いて、なんで。おいじゃねえよ。と。わ？え、どういうこと？なんで暴力的な野郎がいるぞ。さよなら。なんもない。え、あ、あら、落ちちゃった。なんか降りちゃった。なんかこんなところが出してで、ジャンプ。で、ここを渡って、うぃーっ。うお、あ、やっぱ来るからね。あ、うわ、おお、運動神経良すぎ。身体能力やばい。さすが、こんな、こんなところに来る。あ、下に穴がありましたね、今。さすが、こんなところに来る。いやー。こんにちは。石人に我々の技術を見せたら魔法だと思うだろう。一理ある。さて。怖いんだよ。もうちょっとさ。あ、ここ穴開いてる。人間に優しい作りにしてほしい。ホラーゲームで人間に優しい作りなんてないでしょ。ん、なんか落ちてる。いや、こういうのさ、作る人はニヤニヤしながら、ってここにこうなるんだろうなみたいな。開発者の思うツボじゃないか。さて、じゃあ降りますか。よいしょ。性格悪いな。なあ、雷？雷。あ、ちょっと待って、手のカット板取れた。お前そんな知らねえ。レジでいこう。なんで怪我したの？いや、まあそれはいいとして、ウォルライダーという単語がこの場所のあちこちに書かれている。どうせお前のことだから、またくだらないことで怪我したんだろ。ウォルライダー計画という実験を行っていた。本当だ、めっちゃウォルライダーって書いてある。ウォルライダーかね、キーワード。ここにもなんかありそうだ。ここに
ロッカーがあると。こっちは開くのか。開かない。こっちは開かない。たくさん。なんか怖っ。めっちゃ。なんか便所？わかんない。でもロッカーあるからなんかあると。ロッカーがあると何かがある。アウトラストあるある。ここシャワールームだね。特にはあバッテリー発見。特になんもない感じだ。とりあえずバッテリーをエロード。さあ降りようか、ここ。よいしょ。あれ浅い。こっちか。何ここ、どこ。なんかシャワールームの下で、ここも降りてどんどん下っていくけど、キモいキモい。下水管、ここ下水管に来た。下水管の外に出る方法を見つけましょう。ラジャーね、マップがないんだもんね、こう。あ、こっち行きとも。うっ、潰された。とりあえず、とにかく出る方法を探そうじゃないか。あ、こっちもいいわ。迷路になってんな、結構。ちょっと、反対側行ってみよう。なんもない。ん？待って、今誰か、あ、違った。服入れてるだけだった。左かな？なんかもう、ここまで来ると下水管も、うっ。地上も下水管も同じぐらい汚いな。ん？ん？あ、ローディング。ここから外出れそうだけどね、下水管からね。さあ行きますか。おお。ん？今いたな。いたな、今なんかいたな。迷路になってんぞ。怖え。あ、ドキュメント。入場表の裏側に鉛筆で書かれた走り書きを見つけた。患者のマーティン、アルシャンポー神父の筆跡と一致。怖すぎ。あの神父か。こちら。こちら誰もいない。さっきのデカブツはどこ行った？デカブツでかかった？まあまあでかかった。んと、あれ、俺今どっから来たんだっけ。ここから来たんだな。とりあえずちょっとこっちの隙間行こう。明るい。バルブを2つ回して水を流しましょう。なるほど。あ、なんか地図的なところがあるけど広いな。えい、あ、いるな、いるな。来てる来てる来てる。ちょっと待って、逃げる。こっちに。はい、ちょっと待って、逃げ、後ろに逃げる。オッケー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 。多分こっちには来ないでしょ。来れないでしょ。いや、ぶっ壊してくるかもしれない。いやいや、まさか。あ、しかもあれ、大豚だ。大豚しつこいな。さて、どうしたものかな。とりあえずロッカーがなさそうだから、危なくなったらこの隙間にまた戻ればいい。音楽が止まると困る。音楽が止まんないな。あ、止まったか。よし。
バッテリーリロード。なかなか明るいからナイトビジョンもちょっと見づらいんで。ナイトビジョンじゃなくていいじゃん。暗いとこ行こう。こっちは暗いよ。バッテリーの減りが早くなっちゃう。とりあえずまだバッテリーが3つある。お、バルブ発見。ここにロッカーはあるか。ある。よし。バッテリーはないか。バッテリーない。進め。進め。とりあえずここ閉めて、回して、して、入って、待機。もう絶対来るからね。絶対来るって分かってんね。うん、そうなんだよ。で、隣のロッカーも開けるってのも分かってんね。そこまでも計算済みなんだよ。さあ来るか？あれ？来ない。いやでもこれ出たらやばい。いやいや。そんな簡単に引っかからない。絶対お前は来るんだよ。あれ？あれ？あれね？あ、でも来るんじゃね？なんか臭いの音聞こえない？あ、するするする。うん、あ、来る。来る来る。あ、よかったよかった。お前は俺のロッカーの隣を開けるのだ。ここまで俺らは知ってるんだな。あ、来た。来た来た。俺はここにいるぞ。隣開けるんだろ？知ってるぞ。あ？え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 ？嘘だ、嘘だろ。嘘だろ！嘘だろ！ちょっと！え？え？え、嘘だ。フラグじゃった。逃げる逃げる。嘘だ、嘘だよ。嘘だ、嘘だ。おい、何が隣のロッカーだよ。ほんとだよ。賢くなってんじゃねえか。ちょっとここまで、ここまで戻った。そうだ、今、この赤い線の道行ったから、うん、そうだね。次は、黄色かな。2番目の通路曲がって、左のあっちか。行きましょう。行きましょう。待って、鎖の音する。あ、こっち来てる。止まったか。あ、来てる。逃げる。オッケー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 。最初からここに行けばよかったか。そうか、うん、もったいないから、ナイトビジョン止めとこう。あ、ほっほっほ、待って、これそれ壊されてる。はしごだったのか。はしごか、最後。何これ、内臓が壁に張り付いてる。怖すぎだろ。はしごで誰か登ろうとして、あれだろ、また大豚だろ、これ大豚怖すぎ。彼の名前はもう、クリス・ウォーカーだったはずだけど、大豚だ。大豚だ。大豚で、命名しよう。あいつは大豚だ。なんかカメラを撮るとなんかちょっとスカイリムに似てるような感じがあるんだ。あーあー、リムっぽいね。ああ、左行ったな、今、オプタ。今オプタさん、どうしようか。オプタが結局ロッカーに入っても賢くなったからぶん投げてくるんだから、ここ通れる、こう取ってこう。ならもうロッカーにわざと入っててぶん投げられた方が楽じゃない？いや、もうロッカー入んないで普通に逃げた方がいいんじゃね、早めに。ちょっと大豚さんがね、左行っちゃったから、ちょっとここにいよう。臭いの音がしないな。主人公の心臓の音、鼓動がする。でもこれやばいよな、好奇心ありすぎだろ。メモを取る余裕もあるんだからね。そうだよね。いけるか。いや待て。ちょうど来た。俺の第六感が行くなと言って。
来てるね。来てるな。おう。うん。ケツどうした？ボーベだ。え、これ振り向いた。あ、向こう行ったか。いや、まだいいんじゃないよ。行っちゃう？今だ。はい、こっちだな。あ、違う。うん、ここか。ここだね。ここならあいつ入ってこれないんじゃね？かもね。壊してくんのかな？やっぱ。壊すか。失礼します。あ、でも、ロッカーがないってことは。マウス！もうすぐ逃げた方がよくね、あいつ。流されちゃった。はしごを使って下の分岐点にアクセスしよう。どれだ？はしごがどっかにある。来てんのあいつ。鎖の音聞こえるぜ。嘘。これ水の音？あ、これ来た水の音だ。はしごを使って分岐点に行く。はしご？壊されたはしごのイメージしかないんだけど。俺もそうなんだけど、なんか、壊されたはしご？わかるじゃないか。うん。いや、とりあえず、行っちゃうよ。どこだ、あ、痛い。あ、違う。ちょ、オッケー。メタルギア上手くない、そう。メタルギアが上手くないです。じゃあな。こんなところとはもうさらば。あ、でもしかしてこれでさっきの水が引いたから、ここか。そうだ、ここだ、ここ。降ります。あ、深いな。ほんとだ。よし。真っ暗だなぁ。うわ。下半身。潜水失敗かな？あ、上もあんじゃん、中に。うん。目しか見ちゃって動き出しそうで怖いの。ちょっと歩いてこい。おぉ、どうやったらここに行くかなんだよ。そうね。これ絶対大豚にぶん投げられたら。じゃあ大豚ここまで来たの？どうだろう。リロードしろ。ああ、痛い。ん？はしごってことはさっきの道になんか落ちてるかも。もう一つの方？うん。どうする？大豚さんがいたら。いやー、もう終わりになるんですよ。なんもないの？あれ？なんもない。あ、なんもないのか。なんか置いといてくれてもいいんじゃねえの？なんもないか。何の意味もない。ん？なんもない。なんかちょくちょく光ってる部分がね、バッテリーに見えちゃって。うん、よいしょっと。さあ、登りますか。明るい。よっ。覗いてんじゃん。覗いてんじゃん。ちょっと。落とされそうでね。いない。後ろ。外に出る方を見つけよう。何の声だ？大豚さんに殺されてんじゃね？また大豚さん。単純に。あんたも飢えてるな。わあ。え？待って、今誰かいたぞ。石の奥だ。あ、怖がる必要ない？あ、分かった。なんか落ちてないかな。うわ、ありそうだね、バッテリー。落ちてるって言っても、バッテリーしか落ちてることはないけど。ドキュメントがある。君、バッテリーくれてもいいよ。ん？ここに、あ、ロッカーじゃない、これ。なんか今いたけど。
こっちなんもないです、多分。ないね。お、バッテリーゲット。警備員の近くに落ちてることが多いね。あっちの奥になんかあるかな。OK、進んでいくか。じゃ、この下降ります。さて、じゃあちょっといつもより早めだけど、やや早めだけど、ちょうど霧もいいし、セーブもされたので、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。